石屋町通り。天馬交番付近にて、石屋町通りの歩道石屋町通りとは、愛知県岡崎市の加工町等の町を東西に通る道路の通称名である。豊臣秀吉によって、徳川家康が関東に違法され、田中義政が城主となった、天正18年、東海道の経路を城下を通るように変更し、岡崎城を大改修するとと,ともに、本格的に城下町を整備した。 先週岸和田より、石膏の春希望一等を招兵して石工事に従事させ、随年寺の門前に住まいを与えて手厚く保護した。これが石と岡崎の起源とされている。ここから随年寺界隈は石屋町とも石切町とも呼ばれるようになった。岡崎に石材化工業が発展したのには、宿場町という地のりも大きく採用した。 東海道を往来する人々が石膏品を直接見る機会が多く、諸大名が参勤交代の時に徳川家にゆかりのある神社仏閣へ石屋町で買い求めた灯籠を奉納した。石屋町で作られた石製品は菅尾川の土場から周運によって矢作川を南に下り平坂港に運ばれた。ここから 戦国戦に積み替えられ、江戸など遠くの地に運ばれた。陸路で重たい石製品を大量に運ぶ手段がない近世に、このように周運を活用することができた岡崎の立地条件が、石の町、岡崎を形成した大きな要因であると言える。戦後、岡崎の都市整備推進や、石器材加工の機械化の進展に伴い、騒音、粉塵の問題が発生したため、 加工町の岩屋の多くは、郊外の石製品工業団地へ移転することとなった。現在では、稲熊町と上佐々木町に造成された二つの石膏団地と市内各所に散在する業者の組合があり、石の町岡崎の伝統が継続されている。加護田公園北西交差点から明け野の町一丁目交差点までの全線において、歩道に、 正方形の加工岩が点々とあしらわれている。ありがとうございます。